ここにですね、昨日アオルシアのですね玉置錦の、まあ、中心部のところをばらしたやつ、今日はですね、まあ、石崎バイオで撮ってます。夕方まで鋼さんのところで遊んでまして、まあ、いくつか品物を預かってきて瓶の中に入れ終わってですね、これが今残ってる最後ですね。でその後にこれを入れるんで、まあ、とりあえずこれ並べてですね取ってます。全く昨日と同じような順番に左側から並べたんですけどね、まあこれ今うちが、まあ、本来ならこうやって表面になるところですね、ここがこんなような状態になってます。まあここに微妙に色がついてますね。まあ、これは右側ですかね、ここの部分です、こっち側ですね、ここの部分に少し色が出てますね、ここにも出てますね。これはですね、ここの内側にへばりついてたんですね。それなんでまだ上に伸びてきてない若い芽なので、ちょっと負の状態が分かりづらいですね。まあ、いずれにしてもこの葉っぱとこの葉っぱに挟まれている葉なので、まあ、そんな悪い柄じゃないと思いますね。ただ見えないだけですね。これが赤みが強く側面に出ていたっていうところですね。まあもっと芸が良くなってくると上の方まで窓の方まで乗ってきたり全体に出てきたりはするとは思うんですけど、まあ、とりあえず今こんな状態で、まあ、いずれにしてもこういうふうに赤くなっていくその血統だっていうことはこれで分かるっていうか、まあ自分はそう思ってます。これは内側の右側の方に少しこの辺ですかね、この辺にちょっと色がある。で裏返しにした時ここにですね色がありますね。一番右側になります。これは全体的に黄色っぽい、服ですかね。まあいずれにしましてもですね、この株そのものは赤くなる、まあそういう血があるっていうことは血統的には分かるんですけど、うまくそれぞれの方にこう出てくれるかどうか、まあ、結果的にはこう見た目ですからね。ただ交配なんかに使う時にはこういう血統を、まあ、自分としては使うと思うんですけど、こう見た目真っ赤っか、まあ、それならば誰でも納得するのは分かりますけど、まあ、そういうものは高いはずですし、で自分たちは、そういうものはメリクロンすればいいっていう考え方で、後輩に使うんだったら別にそういうにこだわる必要ないですね。血統で考える、まあ私の親分の亀山さんが、まあいいものを作るのには強いものだけで後輩してたらいいのはできない、強いものと弱いものを上手に使って初めていいのはできる、まあそういう教えで、ずっと勉強してきましたから、で現物を見てきましたから確かにその通りだなっていうことで、まあ、自分は強いものがあれば弱いものがあってそれを上手に使えるかどうかっていうことなのはよく経験で分かってますので、まあ、自分的にはこれで十分ですね。まあ、ですから今この状態でなんだあいつらこんなもんでやってんか、まあ、それはそれで、構いませんね。考え方が違うっていうことですから、ですから何を言われても別に腹も立たないんですね。亀山さんの教え通りの勉強してきた通りのことをきちんと守ってやってるっていうことですので、別に F1 でいいものを作ろうなんて考えてませんので、そうですね、亀山さんがいつも言ってた
いいものを作るんだったら10年かけなさいとかっていろんなことを学んできましたので、別に F1 でいいのはできなくてもですね、負け惜しみじゃなくて師の教えの通りの、まあ、作業をきちんとやってるっていうことなので、まあ笑う人は笑っていればいいですし、まあ、亀山さんがこういう動画を見れば、まあ、亀山さんがフフフって笑うと思うんですね。あ、教えた通りにちゃんとやってるなっていう意味で笑ってくれますね。まあそれなんで、これからこの3頭ですね、まあ、6頭ですね、瓶に入れて、まあそれぞれとりあえずこっちを1番として、1番2番3番4番5番6番ということで、まあ、瓶に入れていって、どんな柄の変化をしていくか、まあ、そのための証拠の動画って言いますかね、それをとりあえず今撮りました。この後スマホで写真を撮ってですね、その後ドア消毒したりして瓶に入れます。